はい、R です。おはようございます。はい、今日もですね、いつものねメインフィールドに向かっております。はい、ただね今日はですね特にまあ目的の野鳥も決めてなくて、かつですね、まあ機材のねテスト的な内容も全然なくて、ただまあ取り取りをしたいという感じで、まあ今向かってるんですけど、機材もですね、まあボディはまあ Z9 で、で、レンズもね、なんでかわからへんけどね、863をちょっと使ってみたいという欲がちょっと出てきまして、はい、まあ使ってみたいってね、もちろん今まで使ったことも、まあ、あるんで、初めてじゃないんですけど、なんでかわからんけど863をね、こう、まあ、使って写真を撮りたいと、まあ、いう欲が出てきて、ひょっとしたらね、前回、まあ、F の64を使ったせいか、このね、オートフォーカスの動きってやっぱ若干ちゃうんで、そのせいもあってか、まあ、863を使いたいと思ったのか、はい、ちょっとね、理由は定かではないんですけど、今日はね、Z9 と863で、はい、やっていこうかなと思います。で、まあ、目的のね、野鳥を決めてないとは言いつつも、やっぱりね、ミサゴは、絶対撮って帰りたいと。最低限ね。はい。っていう思いは、一応ね、あるんで。はい。ミサゴをね、ちょっとまあ出てくれることを願いながらですね、今日も楽しんでいきたいと思います。はい。それでは、行きまーす。
はい、ということで、行ってきました。はい。残念ながらね、ミサゴの方はね、あんまり動きがなくて、撮れても結構距離はあってね、遠い、まあ、円形の写真が多かったんですけど、それでもですね、今季初の大高を無事撮ることができました。いやー、よかったなー。はーい。ちょっとね、餌持ちも一応撮れたんでね。いやー、それでね、ちょっと今日は良しとしようかなと。いう感じですね。はい。それ以外はね、あんまりちょっと動き的には良くはなかったかな。大高が出てくれへんかったら結構厳しい鳥取の日やったかなと。はい。いうぐらいの感じやったんで、ミサゴ自体もね、まあ、さっき言ったように、まあ、遠くて目の前の杭にも止まってくれる時っていうのがなかったんで、はい。あれ、大高にだいぶ助けられたかな、今日は。まあ、そんな感じの鳥取でした。はい。ということで、まあ、今回この辺で終わりたいと思います。はい。それでは、お疲れ様でした。